こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回は全仏オープン男子、ズベレフについてです。以下引用。6月4日、AFP、全仏オープンテニス、ブレンチ、オペン、2018、は3日、男子シングルス4回戦が行われ、大会第2シードのアレクサンダー・ズベレフ、ドイツ、は4、6、7、6、7、4、2、6、6、3、6、3でカレン・カチャノフ、ロシア、との接戦を制し、自身初となる四大大会、グランドスラム、の準々決勝へ駒を進めた。ズベレフは試合後、ここが到達点ではないと話し、さらなる躍進に意欲を見せている。21歳のズベレフは、このところの活躍で世界ランクも3位まで上昇し、通算11回目の全仏制覇を目指すラファエル・ナダル、スペイン、にとって最大の強敵になると見られている。しかし、ここまでグレー2勝を含むマスターズ大会3勝を挙げながら、グランドスラムでは8強入りが遠く、2017年の全仏は直前のイタリア国際、インターナリオナリ、BNL、D、イタリア、2017で優勝を飾りながら、まさかの1回戦敗退で期待に応えられず、その後の全米オープン、US、オペン、テニス、チャンピオンシップス、2017、と全豪オープン、オーストラリアン、オペン、テニス、トーナメント、2018、でも早期敗退を喫していた。それでもこの日、3試合連続でセットカウント1、2の苦境に追い込まれながら、カチャノフとの5セットマッチを制して壁を破ったズベレフは、2日後にはここで準々決勝を戦えるということを嬉しく思う。もっと勝ちたいし、ここで終わりだとは思いたくない。体力的にはもちろんきつい。3試合連続の5セットマッチだからね。だけどなんとかするよ。全力を尽くす。とコメントした。ズベレフは次戦、錦織、圭、に勝利した第7シードのドミニク・ティエム、オーストリア、と対戦する。C、AFP、JED、カート。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますのでぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。